お集まりの皆さん、こんにちは。ご紹介いただきました日本共産党比例代表候補、藤野康文です。いよいよ選挙戦も最終盤、皆さん、私たちは今最後の一議席に手が届くところまで猛烈に追い上げています。どうかもう一回り二回り3票5票と比例は日本共産党と広げていただいて、ご一緒にこの議席取り戻そうではありませんか。どうぞよろしくお願いいたします。皆さん、一つ紹介したいことがあるんです。今日の新聞赤旗日刊紙一面で大スクープが報道されました。自民党が非公認にした候補者に2000万円公認候補と同額のお金を支給していたという大スクープです。皆さん、これ公認してても非公認でも同じ額、とんでもない話じゃないでしょうか。しかも皆さん、その原資は政党助成金です。私は国会に送っていただいてた時に、当時の法務大臣、広島出身の議員が政党助成金で選挙を泳がしていた、ばらまいていた、この問題追及しましたけれども、今回本当にこれ許せないと思うんです。皆さん、厳しい審判下していこうではありませんか。そして皆さん、今日はあの中越沖地震から20周年、まさに10月23日、そういう日です。本当に多くの方々がこの支援に立ち上がっていただいた、この中越の復興に対する全国の支援に心からお礼を申し上げたいと思います。同時に今、能登半島では元日の地震に加えて9月の集中豪雨で、被災者は物理的にも精神的にも大変な打撃を受けています。私がお話を伺ったある美容院の女性は、近くの川が氾濫して濁流が店の中に流れ込んできた、それを見て怖いというより絶望を感じたとおっしゃっていたんです。せっかく店開けたのに涙出てくると。皆さん、今こそ被災者に絶望ではなく希望を届ける政治が必要ではないでしょうか。どうかそのために日本共産党を伸ばしていただきたいと思うんです。日本共産党は被災地3カ所に支援センターを設け、私はそのセンターの責任者として9ヶ月間支援の先頭に立ってきました。私たちのセンターを訪れたボランティアは5000人を超え、支援物資は300トン、5キロ入り段ボール箱で6万個分を被災者に届けてきました。皆さん、こういう活動ができるのも、私たちが国民の苦難軽減、これを立党の精神にしているからです。私は今、被災地にこの党の比例の議席がない、このこと本当に悔しい思いで活動してきました。今度の選挙でこの苦難軽減の議席を取り戻すということは、被災地にとっても被災者にとっても大きな希望になると確信しています。どうか皆さん、この議席取り戻して、ご一緒に希望が持てる政治実現していこうではありませんか。どうぞよろしくお願いいたします。そして皆さん、今回の能登半島地震は新潟の柏崎刈羽原発の再稼働にとっても極めて重大な新たな問題を提起しています。皆さんもご覧になったんじゃないでしょうか。能登半島では各地で2メートルとか4メートルというかつてない海底の隆起が起きました。そして原発というのは、仮に格納容器が無事でも核燃料を冷やす水、この水がなくなってしまったらメルトダウンを起こして大事故になってしまう、それが原発という存在です。そして日本の原発はすべて海のそばにあって、水を取り込むための取水口といわれる施設は全部海底にあるんです。今回その海底が大規模に隆起した、これは日本のすべての原発の安全性の根幹を揺るがす重大な事態です。しかも皆さん、さらに重大なのは、これだけのことを経験しても東京電力は柏崎刈羽の近くで地震が起きても隆起も沈降も起きません。この見解まだ変えてないんです。政府も能登半島地震は原発の安全性に影響は与えない、
こういうこと言ってます。皆さん、これこそ新たな安全神話ではないでしょうか。皆さん、石川県ではかつて珠洲市の高屋という場所に珠洲原発という原発の建設計画がありました。住民の反対でストップしたんです。しかし今回の能登半島地震で、この珠洲市高屋で震度6強という最大規模の揺れを観測しました。ですから今、石川県では当時珠洲原発に賛成された方々も含めて、珠洲に原発がなくてよかった、こういう声が広がっています。皆さん、地震大国の日本でなくてよかったと言われるような施設はどこにもいらないんじゃないでしょうか。原発はなくすしかありません。柏崎の再稼働止めてまいりましょう。その最大の力が日本共産党を伸ばしていただくことです。原発マネーを1円も受け取らない、この日本共産党が伸びてこそ、この原発ゼロの道、柏崎刈谷の再稼働ストップ、その道が開けてきます。どうか日本共産党を伸ばしてください。最後になりますが、私は挑戦する比例代表、定数が一つ減らされる厳しい選挙となります。しかし同時に、私この間訴えていて、訴えれば訴えるほど、頑張れば頑張るほど比例の支持が広がる、このことを実感しているんです。皆さん、今大激戦、大接戦です。私今猛追中、猛烈に追い上げ中なんです。どうか比例は日本共産党、もうあと3票5票、力のある方は10票20票と広げていただいて、どうかこの大激戦勝ち抜かせてください。私も候補者として全力尽くす決意重ねて申し上げて、この場からの訴えとさせていただきます。どうもありがとうございました。頑張ります。